ゆりさんのファンかなって思ったけど、ちゃんとみんなではないけど、あの七瀬のファンもいっぱいいました。ありがとう。あと皆さんからのお手紙とプレゼントもいただきましたので楽しみです。ということでご飯食べていきます。今日のお弁当はね、なんかタイが乗ってる、めっちゃ美味しそう。あ、メールに送った。いただきます。うん、うまっ。なんか今日はね、久しぶりにチーム4公演だったんで、なんか変に緊張したけど、ちょっと間違えちゃったけど楽しかったんで OK ということにします。あ、醤油が。どうでしたか？公演。楽しかったですか？マジで今日はね、マジファン多かった。うれぴ。どうでした？今日の感想。これ見ました。めっちゃ良かった。立ち見で見れました。うん、うまっ。うんうん。かわいい、なんかピンクのレンコン入ってる。なんかこれタイだよ、タイの刺身。すごくない？今日のご飯どこのだろうって感じの。衣装も可愛くて曲も良くて最高だった。うん、嬉しい。ピンクのレンコンと思ったら普通のレンコンも入ってたんだけど、なんでこっちは色つけなかったんだろう。美味しい。最近気づいたけど、レンコンってめっちゃ繊維って感じだよね。めっちゃ繊維。ガンも。結構さ、歌詞が飛んじゃった。やっべーって思ったけど、立ち直れたのでよかったです。というか開き直りました。今日ね、お昼に食べたお弁当はね、なんかポークなんとかだった。それも美味しかった。ん？あとさ、あのさ、劇場のカメラマンの1号さんにさ、差し入れでケロトッツォだっけ、もらったんだけどさ、めっちゃ美味しかった。名古屋のね、名産物なんだって。知らなかった。見て、わさび。
わさびこんな、こんな量のわさび。めっちゃ美味しかった。そのケロトッツォってやつ、浅草にも売ってるんだって。あれおすすめ。納豆みたい。タイ本当に美味しいんだけど。こんばんは。こんばんは。今日の感想教えてください。何が良かったですか？このお弁当最高。なんかさ、昆布とか高菜が入ってる。うまっ。幸せや。何弁当？タイ飯弁当みたいな感じ。今日はちゃんとチームフォーって言った。そう、今日はちゃんとチーム4って言いました。てかめっちゃ意識した。チーム8、チーム4兼任のって。前回初日の日チーム B って言っちゃった。でも気づかなかった、マジで。マネージャーさんととかに言われて気づいた。もう癖になってる、さすがに4年いたから。あ、美味しすぎる。この昆布めっちゃ美味しい。永遠に食べれる。チーム B の余韻残ってますね。なんかチーム4は終わった後に反省会してるの、すごくない？
私も反省会参加してます。っていうかただ話聞いてるだけだけど、美味しいです。それが普通、チーム B が変。私変なのに慣れてたわ。チーム A ともしないからさ。でも知った方がね、まあでも分かってるからね、自分のミスしたところが。今日も踊ってる時に反省してた。あ、やばいやばいやばい。今警察が多い。警察って、あ、そういうことね。ここ間違えてるよって。すごいね、私自分ので精一杯で人のなんて見てられないでも動線とかがね違ったらさすがにわかるけど。しっかり者。今日のあっちゃん可愛かったよ。嬉しい。どうしよう、お弁当食べ終わっちゃう。なくなっちゃうんだけど、悲しい。食べちゃった。めっちゃ綺麗に食べれた。帰れた。ごちそうさまでした。でも私はまだお腹が空いているのでパンを食べたいと思います。見てるだけで胸焼けしちゃう。そんな アイスも食べたい。お菓子いただいたの。開けてみます。え、なに
これ美味しそう。じゃん、食べてみよう。食欲旺盛、毎日のことなの。何でしょうこれは、気になります。メロンパン、え、なんか可愛いんだけど、めっちゃ可愛い。いただきます。うん、おいしい。なんかあんこみたいなのが入ってるクッキー、うまい。うん、うん、あんこみたいな。なんかさ、和菓子の、あ、じゃ洋菓子のあんこみたいな感じ。うん、うん、まゆ。博多通りも、あー、なんかそんな感じかな。重森さんだって。重森です。重森です。浅草土産、え、そうなの？これそうなの？浅草土産なの？わかりません。夏服買った、か、自分、あ、でもこの前スカート一着買った。ちょっとメモリして、そのくらいかな。舞台がずっとあったので買い物行けてなくて、いっぱい欲しいな。また前好評だったファッションショーもやりたいし、夏物バージョンで、でも、うん、いつかは分かんないけどやりたいなっていう。え、日焼けした？私日焼けしました？でも多分今ね、口の色がないからね、肌が茶色く見えるのと、あとね、ここのほっぺにチーク入れてるからかな。え、日焼けしたの？これ日焼けじゃないよ、チークだよ。こんばんは。バチコを見てハマりました。ありがとう。まつげめっちゃ上がってる今日。そう、今日ね、撮影の後にね、公演だったから朝からメイクしてたので、めちゃくちゃあれです。もうメイクが濃くなったかも。明後日はお話し会、楽しみ。
話ししてもいいですか。いいですよ、話の内容まとめとかないと。キセイトでたくさん話しとったよ、ありがとう。結構な話見てるよ、みんなの撮ってくれたやつ、ありがとうございます。あ、なんか甘いの食べたからパンもあるんだった。パン後で食べる。重森さんがいると聞いて。ジョジョアンとミート矢沢弁当どっちが好き？ミート矢沢圧倒的。私はね、ミート矢沢のお店行ったことある？ない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 です。でも気になってる。今半も好きだよ。でもやっぱ一番好きなのは。早くみんなからのお手紙とプレゼントみたいな。まだ開けてないです。え、お店だとさらに美味しい。なんかひなこがさ食べてたよね、1万円の弁当。私も食べてみたいな。五反田にあるんだ。そう、アンロケで私が行く前に食べてましたね。ネイルかわいい、そう変えたんです、ギラギラネイル。写真撮りたいなって思ってるけど忘れちゃう。インスタ載せようかな。今日元カレですのさ劇場で初めて披露したんだけど、劇場であの衣装すごい踊りやすかったです。なんかあれだよね、グッズになるんだっけ。グッズになると噂の。かっこよかったって。黒いジャージ、そうそうそう、カラコン入れてないよ自分の目。なんせ今日はジーパンと見た。うぶ、今日は踊りやすいです、寸着です。今日のおやつは何ですか。もうご飯食べちゃいました。お弁当食べました。そしてパンもありました。
今日は。あーでもそろそろね、そうだ、あれもやらないといけない、ドボンもやらないといけないっていうか、やりたいのでちょっと早めに。早めに、あ、そうだ、あの皆さん S かわいいの、もうなんか峯岸さんが編集長をしてくれたやつ、私も乗ります、特別号みたいな、めっちゃ楽しみ。今撮影はしたんですけど超いい感じだったんで、 S かわいい、嬉しい。誤差使います、お楽しみに、言うの忘れてた。ということでそろそろ終わりにしようかな、ちょっと短いけど。ランキング読みます。13位はモタネットさん、ありがとうございます。12位はしんのすけべさん、ありがとうございます。11位は YS73 とマークお疲れ様でしたさん、ありがとうございます。10位はアディビジアさん、ありがとうございます。9位はヨレナとマーク韓国のナレンジャーさん、ありがとうございます。8位はユウさん、ありがとうございます。7位はパンダとマークナレンジャーさん、ありがとうございます。6位はイッサーとマーク初サムネイル楽しかったありがとうさん、ありがとうございます。5位は吉松セバーとマークナレンジャーさん、ありがとうございます。4位はトワタン公園のほっぺが、あ間違えた、じゃトワタン公園最高でしたとマークナレンジャーさん、ありがとうございます。調子して3位はキャナイとマークナレンジャーさん、ありがとうございます。2位は鍋公式公演最高列からも最高でしたとマークナレンジャーさん、ありがとうございます。そして1位は国アットマークの瀬のほっぺが好きなナレンジャーさん、ありがとうございました。ということで皆さんおやすみなさい、ドボン待っててね、バイバイ。